こんにちは。バイオリニストの日向彩子です。今回は一旦楽器を置いて、楽譜の表示寄付についてお話をしたいと思います。新しいバイオリン教本第2巻の5番あたりから、フォルテやピアノ、スタッカートやアクセント、そしてデタッシェやレガート、マルトレといった言葉が並び始めます。それらの言葉を、ごっちゃにしてしまわないようにしましょう。強弱に関する記号、フォルテやピアノ、そしてアクセントなども含まれます。次に、音の長さに関する記号、主にスタッカートなどですね。そして、奏法に関する記載、レガート、デタッシェ、そしてマルトレといったものです。強弱に関する記号、音の長さに関する記号、奏法の記載、この3つをごっちゃにしてしまわないようにしましょう。今回はこちら、画像を用いて説明をしたいと思います。こちらの画像が、それぞれの奏法で弾いた画像になります。少し、極端に、やっていますけれども、こちらがまずレガートですね。音の切れ目がほとんどないかと思います。で、次こちらが、デタッシェですね。ほんのわずかなんですけれども、音と音の間に切れ目があって、音の出だしのところに、ここら辺ですね、出だしのところが少し、波形が大きくなっているかと思います。そして次にこちらがマルトレですね。このマルトレのやり方については、次回かその次あたりで説明しようと思いますけれども、弓を引っ掛けて弾く奏法になります。こちらがマルトレですごく短めに弾いたもので、こちらが少し長めに弾いたものになりますね。この長めに弾いたものっていうのは、新しいバイオリン教本2巻の56番のガボットの四分音符、スタッカートがついた四分音符とかがこういう波形になるかと思います。一番最初に、バイオリンを始めて、一番最初にまずレガートをやるかと思います。そしてデタッシェ、音を一つ一つはっきり発音させて弾く奏法ですね。まずこのレガートとデタッシェが とても大切な基本の奏法になります。で、それにができるようになったら、マルトレ、頭に強いアタックをつけて弾く奏法になるんですけれども、マルトレ、そしてそれができるようになったら、スピッカート、コレ、ソティというふうに、いろいろ奏法を増やしていくことになります。はい、ではここでまとめましょう。強弱に関する記号、音の長さに関する記号、奏法に関する記載、これは全く別のものです。強弱に関する記号、音の長さに関する記号、それらを読んでどの奏法で弾くのか、デタッシェなのか、レガートなのか、マルトレなのか、あるいはスピッカートなのか、我々は、どういった奏法で弾くかというのを常に考え選択する必要があります。今日はここまでにしましょう。ご視聴いただきましてありがとうございました。